無限は、ホンダから発売される軽貨物車 NVANN 版に装着する各種パーツを開発し、7月12日に発表した。今回 NVAN 用に開発されたパーツは、サーキットスタイル、サーキットスタイルをコンセプトに掲げ、俺のトランポトランスポーター、俺たちのモーターホームをキーワードに、モータースポーツを個人で楽しむユーザーや観戦を楽しむユーザーなど、仕事だけではなく趣味でも NVAN を使用するユーザーに向けて、無限らしさを加えた圧倒的存在感でスポーティなスタイリングを実現するカスタマイズパーツを、エアロパーツはフロントマスクを引き締めるフロントグリルガーニッシュのほか、存在感を際立たせるフロントアンダースポイラーを設定。オプションでエアロイルミネーションの装着が可能となっている。またリアはリアバンパーガーニッシュを装着し、無限らしいスタイリングを実現している。ハンドリングでは12インチアルミホイール MD5 を NVAN 専用に開発。艶消しブラック塗装仕上げのフラットブラックミラーフェイスと、シルバー塗装仕上げのメタルシルバーミラーフェイスの2種類を設定した。また手頃にカスタマイズを楽しめるパーツとして、エクステリアパーツにモータースポーツで使用されるゼッケンをイメージしたデカール無限16と、無限ロゴ、無限カラーを使用したデカールストライプのステッカーを設定している。インテリアではスポーツマットとスポーツラゲッジマットを設定。スポーツマットには CVT 車用と MT 車用がそれぞれ設定されており、ブラック×レッドとブラックの2種類からカラーを選択することができるほか、さまざまなシチュエーションで幅広く使用できる折りたたみコンテナを用意。S サイズと M サイズの2タイプから用途に合わせて選択が可能だ。創業は1994年、当時は輸入車をメインに取り扱う中古車販売店がほとんどなかったため、現社長の